最近このポン絞りのレモンサワーにハマってます。こちら茅ヶ崎ラスカで、ラスカの1階かな、焼き鳥屋さんで買ってきました。晩酌です。YouTube の登録者数が1万人までもう少しになってきました。本当に皆さんいつもありがとうございます。前からお伝えをしていますけど、1万人登録達成できたらまずはオンライン飲み会皆さんとやりたいなと思ってます。やり方は今どうしようかなって考えてますけど、まあとにかく初めての試みなので、なんかいろいろと不手際とかあるかもしれませんけど、自分自身も楽しんでやってみたいなと思ってます。あと1万人いったらですね、前に少しお話ししたかもしれませんけど、今あの素敵な方にですね、湘南の暮らしのテーマ曲を作っていただいてます。何曲かも実は作っていただいていて、とっても素敵な音楽になってるんですけど、まあそれをもちろん動画の中でも使っていきたいと思ってますし、いずれはオフラインの飲み会とかするときに、ライブとお酒とご飯と掛け合わせたような、そういうイベントもやってみたいななんて思ってます。今回も本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。